どうも皆さんこんにちは、楽器カカです。はい、今回はですねスチームワールドディグ2回目をちょっとやっていこうかと思います。で、前回はどこまで行ったっけな、なんかスチームジャンプっていう技っていうか、パワーアップしたんで、またちょっとね、ホリホリタイムのお時間ですね。また、ここ。前回右側からちょっと掘っていったんで、今回左側をちょっと掘っていこうかな。ゴミニウム。この辺あんのかな、なんか。なんもないかな。あったあった。ほら、ほら、ほら、ほら。カッパーゲット。いや、結構、マップ広いですね。どこまであるんだろう。上にもまだありましたね。ちょっと取っていく。あ、やっぱ強いですね、このカッパ。強いっていうか、よく掘れるわ。前回でちょっとね、クルハシのレベルをアップしたんで。よし、タイマックゲット。ここにいっぱいある。鉱石が。で、ポーチも、ちょっとレベルアップしたんで、最初よりはね、鉱石を、いっぱい持てると。これ、硬いな。危ない。これ、死んじゃうのかな、岩に当たってしまうと。あれ？これ、前のとこ戻ってきてる。あ、これは無理か。これ、上行きたいね、ちょっと。上行って、左側からちょっと攻めていかないと。毎回、同じルートだと、ね、鉱石集められないんで。ちょっと結構時間がかかる。いや、本当にマインクラフトみたい。で、マインクラフトももうすぐ、プレイステーション4の方でも、なんか発売されるっていうことはね、情報としてはあるんですけど、ちょっと買おうかは迷ってるんですよね。僕も詳しくマインクラフトのルールっていうかあれは知らないんで、ちょっとどういうゲームなのかがちょっと分かってないとこはねあるんですけど、でも皆さん結構やられてる方多いんで面白いんかな。あ、これは何？これいけないね、こっちからも。多分、お宝なんじゃないですか？ゴミニウムゲット。ちょっと一回、ちょっと町に戻って、売りたいな。お金にしたいな、鉱石。もう、対幕もないしね。ワープゾーンがもうちょっとあるんで、ちょっとここ行こうかな。対幕もないし、真っ暗い。暗くなる。ちょっとワープゾーンで戻ります。で、ちょっと鉱石売りましょう。30か。まだまだやな。なんか買えるかな？あ、ブロンズピッケル買えますよ。やっぱブロンズピッケル。よし。購入。次、アイアンピッケル。もうこれドラクエの武器とかで定番ですよね。もうブロンズの次はアイアン。あ、ドラクエじゃないか。ファイナルファンタジー。おお、早い。さすが。クランキーの切れ味は違いますね。さすがですね。あ、こうなると、先に行けなくなるのか。あ、考えて掘っていかないと、あれですね。ねえ、考えて掘っていかないと。あ、やっちゃったな。なんかあるか。あ、これも、一回で掘れるようになってる。なんかこの階段みたいに、ジグザグに、ジグザグ、ゆえ、言いにく。ジグザグに掘っていった方が良さそう。お、これは硬い。カッパゲット。
楽器のカッパーも回収。これ掘れる？これは掘れないな。ここ気になるな。あ、でもああいう時のためにはしごがあるのかな。ああ、これ守られてるな。これ取れないよ。取れないな。ちょっとやっちゃった系ですかね。よし、こっちから左方面に行ってみよう。ここも取って、ここも取る。アロニウムゲット。よし、ミグゲット。まあ、前回の動画見ていただいた方はわかると思うんですけど、このミグでね、スチームジャンプっていう大きい、結構高くジャンプできるんで、あ、痛い。やめよう。よし。ライフル回復。ブロンクゲット。ブロンクはやっぱ高いから欲しいな。よし。やばい。これやばいね。よし。ミグゲット。これこうなると、このスチームジャンプで、あ、スチームジャンプであれは壊せないよね。鉱石は壊せないのか。あ、ちょうどいいとこにミグあった。あれ、このミグたまりのミグってなくなるんですね。知らなかった。でもジャンプしたとこでこれダメだな。よし。あ、鉱石あったね。あ、いっぱいあるわ。いっぱいもいただこう。硬い。もういっぱいか。ブロングゲット。またあったね。硬い、これ。あ、なんだ、新しい。これなんだろう。ちょっと耳かゆい。アイテムいっぱいですね。またまた一回引き返さないと。いや、お金いっぱい、お金いっぱいっていうか、先に。あ、やばいやばい。あはははは。ゲームオーバー。くそー。やられた。修理？壊された。修理費13ドル。もうちょっと修理してもいただきましょう。あーおー。ああいう、あれなんですね。岩とかでは一撃で死んでしまう。覚えとかないと。あー、取ったやつ、取った鉱石みんななくなっちゃった。ああ、やってしまった。あんだけ頑張って集めたのに。悔しいな。結構お金になったんじゃないかな、さっきの。さっきどこから来たっけな。結構深くまで僕行ってたんですね。あ、ここここここ、さっきここですね。ちょっと水回復。よし、これなんだろう。あれ、あ、死んだとこに行けば、この鉱石は、もらえるんですね。なるほど。あ、それはよかった。よし。じゃあ、さっきの鉱石、売って。よし、プラス40。これで、ポーキを、強化できない。あ、75か。75か。まだですね。よし、行こう。これでも単純なゲームに見えるでしょ。単純に見えてると思うんですよ。でも実際やってみたら、単純です。単純なゲームなんですけど、その、なんて言うんですかね、面白いですよ。でも
なんかこの先に何があるんだろうね。こういう場合がどうしたらいいの？いけないな。結構考えて掘っていかないとダメなところはあるのかなと思いますけど、ちょっと先に進みましょうかね。ちょっとこれだけ拾って、お、なんかいいのあったよ。なんかさっきのいいな。よいしょ、ミグゲット、ブロンズもゲット。あ、やばい、また危ない。もうちょっと下？結構まだ下か。うわ、ちょっと待って。ほら、ほら、ほら、ほら。よし。水を取って、ブロンズゲット。ここ何？なんか新しいとこ行ったよ。もうちょっと下ね。え、なになに、なんかいる、なんかいる、なんかいる。あいつか。あれ倒せんのかな。あの亀みたいなトリケラトプスのような。あ、なんかあるよ。洞窟発見しましたね。ちょっと待って、またいるな。え、ちょっと待って、痛い。あ、やばい、アイテムがいっぱい。お、倒した。よし、ゲット、松明ゲット。ここの穴入ってみましょう。ここなんだ。あ、いっぱいなんかあるよ。松明ゲット。え、あらららら、痛い。これはいけないな。これ上からしか行けないね。硬い。お、なんだこれ、新しいのが出たよ。これを壊して、お、新しいのがね、いっぱい出てきてますね。鉱石、アイテムがいっぱい。まだ下に行かないとダメやのに。こっちから行きましょうか。またおるな、そこに。バグがいる、バグが。あ、カメちゃんいる、カメちゃん。カメちゃん強いのかな、カメちゃん。こっち行っても大丈夫？あ、やばいやばい。やばい、カメちゃん倒せんの？あ、倒せるわ。倒せる。ちょっと待って、カメちゃん暴れないで。ちょっと待って。痛い。あ、倒した。よかった。カメちゃん倒せるんですね、あれ。あ、いった。あかん、もう死ぬ。危な。まだいるの？ちょっと暗いからわかんないな。タイマー来ないと。なんかさっきからこの光ってる石が多いですね。いや、ちょっとね、早いとこ、多分ワープまだあると思うんですけど、これどうしようか。あ、しまった。あー、ワープが。これでもあれだな、またくぶれちゃったらもったいないし。長いなー、旅が長い。ちょっと一旦帰りたいんですけど、どうしようか。でもワープとかどこに、どっかにあるんじゃないかな。ないかな、ワープ。
ワープ探せない、探さないと。もう戻ってもいいんですけど、またなんか、あ、これワープ？ワープじゃない？行って。ちょっと待て。この野郎。痛い痛い痛い。ちょっとね、アイテムいっぱいなんで、一回戻りますか。この辺のアイテムもあれやし、ちょっと松明もないし。え？これ戻れないの？戻れないよ。ちょっと真っ暗。これどうやっていけばいい？え、くんだこれ。くんじゃった感じ？これ戻れないんですけど、どうしよう。スチームジャンプ。あ、スチームジャンプでいけた。ちょっと帰らないとやばい。これはやばい。あの亀倒す。よしよしよし。なんかロックマンを思い出しますね、これ。ワープゾーン、もうちょっと上。これスチームジャンプいける？あ、できないね。これどうしよう。戻れない。あ、この下いける？いけるけど、あ、明かりゲット。あ、これやばいね。これ戻れないんですけど、どうしようかな。いや、難しいなこのゲーム。困った、困った。戻れ、あ、はしご。あ、こういう時にはしごを使うんですね。この辺？ほら、あ、なるほど。こうやってはしご使う。でも、足りないんですけど。また、明かりがまた足りない。これ戻れないなぁ。ここにはしご使って、よし。あ、ワープゾーンを発見したよ。よしよし、これで戻れる。あ、よかったー。結構時間かかっちゃいましたね。違う違う。はい、で打って、おお、結構ゲットできた。携帯テレポーター。あ、携帯テレポーターは欲しい。あー、これでこの青い玉で、あ、買えるのか。これ買っとこう、一個ね。で、どうしよう。アイアンピッケルかミディアムポーチがいいですね。ちょっとミディアムポーチにしよう。よし。で、はしごもちょっと買っとこうか。3個ぐらい。よし、これでいこう。で、さっきの、あ、でも HP 少ない。大丈夫かな。さっきの結構ね、鉱石が取り忘れっていうか持てなかった分があるんで、鉱石を取りに行こう。いや、この先に何があるんですかね。結構まだまだなんかパワーアップ、ラフティーはできそうな感じがしますけど。あれ、どこでしたっけ。左下の方。この人倒す？この人倒すと、え
無念2回目のゲームオーバー。あらららら、修理高いな。ここもう一回行くよ、もう一回行くよ。いや意外に舐めてると死んじゃいますね。パパパッと、パパパッといくよ。ちょっと今は何分、20分ぐらいなんで、もう2回も死んでしまったんで、もう20分超えてるんでね、ちょっと早く目的のとこに行かないとね、話が進まない。やばい、ワニガメ。あ、そこに1個あったね。怖いんだけど。これ壊してすぐ。OK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 。これでどういくの？あ、ここにあったよ。あ、これ高い。25円。お、シルバーも高いですね。9円。あ、9円。9ドル。いっぱいあるぜ。硬い。危ない。で、この付近。この付近ですね。これどうしたらいいんだろう。鍵倒さないと、バグはね。グロングゲット。ミグゲット。あ、もうちょっと見えてきましたね。行った。痛い。痛い。あ、また新しいの出た。もうちょっと下。あー、やばい。なんかおるぞ。2匹。2匹殺せるか。ほら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 。よいしょ。オッケー。出てくる前に破壊する。無理やった。待て。オッケー。またカメいる。シルバーゲット。目的地の前に洞窟発見しちゃった。硬いなこれ。あ、これまた持てないね。ここ入ってみよう。あ、なんかあるよ。あ、違う違う。ドーン。オッケー。取ったよ。なんもないのかな。ちょっと上行ってみましょうか。カメがいる。これ、これ何？これ壊せんの？あ、わかったわかった。これ掘っていくのか。やばいやばい。え？で、向こうからやるっていうことね。結構考えさせられるゲーム。よいしょ。オッケー。オッケーオッケー。これ、あ、出てきた。出てきた、カメ。よし。で、ここで、スチームジャンプ。あ、アイテムいっぱいだよ。また来ないといけない？行って、行って、これゲットしたい。よしよし。あ、こんな時に、あれですよね。テレポーテーション。テレポーテーション、じゃあどこにやっとこう。下にテレポーテーション作っときましょう。
この辺に。これね。あれ？明かりが足りない？やばい、真っ暗や。テレポーテーションどこで使うんだろう？ここは無理って書いてる。あ、ここ行けるの？じゃあ、ここにテレポーテーション。はい。OK。で、一回また打って。結構貯めたんじゃないですか。おぉ、116。結構行きましたね。どうしようかな。あ、テレポーテーションというか、テレポーター。テレポーター1個と、アイアンピッケルにしよう。次、スチールピッケル。よし、これで、また行こう。ここ、あ、これ戻れるんですね、最後。最後のとこに戻れるっていう、知らなかったな。なるほど。今まで、あれですね。遠回りしてた。ドロアマタイト。ちょっと一気に下まで行きましょうか。これ硬い。よし。ここですね、ここ。あ、いて。よし、着いたぞ。あれ？ここから入って、矢印は右に行けって言ってる。右に行けって言ってるよ。危ない危ない危ない。ここはいけない。あ、なんかあるよ。これ無理だね。とりあえず右に行きますか。もっと右。え、まだ右行くのこれ。でもその前にちょっとそっち側にも何かあるんじゃないかな。ない？この亀倒せるから。危ない。いや、これちょっと待って待って、暴れるな暴れるな。ちょっと待って待って待って、ちょっと巻きなさい。ちょっと待って待って、ちょっと待って。痛い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 なあ。クォーク、ちょっとこれ強いな。この亀痛い。ちょっとま、あ、痛い。やばいなこれ。これちょっと攻略方法を見つけないとしんどい。でもなんかダメージ与えてるけど、敵にも敵にもダメージ与えてるよ。ほらほらほら、仲間割れしてる。危ない危ない。いった。ほら、よし、オッケー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 よ。あ、レバーあるやん、ここに。あ、レバーを3個稼働させないとダメっていうことね。チョコロタイト。チョコロタイト。ネーミングがいいですね。チョコロタイト。あとのレバーはどこにあるのかな？左上。これ。タイミングよくやらないと。あ、ほら、やられるもんね。ここダッシュでいけるね。OK。レバー1個右上にありますね。OK。で、ここでジャンプ。よし。レバーオン。あと1区であそこを通れるようになると。
これ壊せるよ。お、秘密のエリア。結構なんていうんですかね、まあピッケル新しくなると、まあどの岩を壊せるかっていうのをちょっとしっかりとやれないとわかんないですね。こっちでいいの？これ無理。じゃこの岩をどかして、よし、これダーッシュ OK。 でこれどうすんの？これは下ジャンプして、あれジャンプ意味ないか、これいけないな。あ、これね、 OK、 そういうことか。で、これゲット。あ、レバーあったね。よし、オッケーオッケーオッケー。これで今回の目的は達成できそうです。ここは無理かな。あ、無理だね、ちょっとジャンプでは。あ、違う。この、スチームジャンプでいけるんじゃない？あ、いけないや。これは無理。これなんだろう。これ落ちるんじゃない？早く起きなさいよ。オッケー。上には何もない。あ、行った行った行った、まさかの。よし、ここ来たよ。ここには何があるんでしょう。気になる。え？これも、これは壊せない。左は何もない。左は何もないね。あ、パワーアップですね。これこのまま上から降りていいかな？よし。じゃあちょっとパワーアップ。アイテムゲット、ドリル、ドリルをゲット。さらに探検を続けよう。これドリル壊せんの？うわ、すごいすごい。あ、これね、水使うんですよ。水を、左上の水が減ってきてる。すーごい、今までいけなかったところが、あ、これは無理。かなりいけるようになるんじゃないですか。これもいける。オッケーオッケー。これでカメも倒せるのかな。ちょっと水を回復して。で、まあさらに冒険を続けようなんで、多分ここで終わりなのかな。ここの洞窟は帰らないと。あの亀、よし、オッケー。あれ、どこから来たっけ。ここ、よし、クリアー。じゃあここに一個置いとこう。もったいないな。え、なになになに。よし、よし、生還したけ。よし、ドロシーに撃って。わあ、そのドリルとっても強力そう。硬い岩もガンガン砕けるんじゃない。やっぱりジョーカーはあなたにやってほしい何かがあったんだと思う。何？鉱山の下に広がる太古の地層を調べましょう。きっとあの下には財宝があるんだわ。欲深いな。
あそこにはゾンビしかいないし、あいつらが財宝に気づくとは思えないからきっと楽勝よ。これがタンブルトンのゴールドラッシュの始まりってわけね。なるほど、太古の地層を調べると、なんか結構アンロックした。よし、クランキー、このドリル部分的には見覚えがある。これを使いこなくにはまだまだスチームの改良が必要そうだな。うん、太古の層で手に入れたんだろう。ゾンビは本来賢かったのだと。世界が破壊される前の話だからね。ドリルとの関係があるのかもしれない。一体何が欲しいんだ。最後はやっぱそのセリフね。あ、プレートアーマー、あ、 HP をプラス1か。ディープタンク、あ、水の量を増やせるっていうこと。どうしようかな。いや、ちょっとプレートアーマーを1個買おうかな。で、ディープタンクもちょっと1個買おうかな。じゃあよし、これでいいでしょう。よーし、じゃあ次は、まあ今回もう30分過ぎてるんで、この辺でね、ちょっと一回終わりたいと思うんですけど、次は太古の、まあ気候をね、ちょっと探検しに行きたいと思います。何やらゾンビがいるらしいんでね、ちょっとどうなることやら。ということで、まあ今回はこの辺で。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントをね、していただいて、よかったらまた次も見てください。では失礼します。